令和のライオンズの歴史に、また一つ、悲しいストーリー、が加わった。西武は15日のソフトバンク戦、ベルーナ、22対9と大敗し、借金も43に膨れ上がった。試合はチームの前至法、山川穂高内野手、32、2先制、中押し、ダメ押しとなる3本のツーランを献上。本拠地、ベルーナドームに屈辱的な、ドスコイ、 が3度もこだました。動画、昨年までの本拠地で3発ン度スコイを披露したソフトバンク、山川穂高。渡辺久信監督代行、59、は初回にヨ座5回には上田が初球ストレートを被弾した場面について、調子のいい打者に安易な入り方をして仕留められてしまった。最新の注意を払ってホームランにならない配球をしなければいけなかったと言及。 ここのところ投手陣全体で、非、本塁打が多すぎる。バッテリーは反省を踏まえて、原因を、検証しないといけないと顔をしかめ、8月の13試合で実に22本塁打を献上している現実に苦言を呈した。山川には直接対決で今季7本塁打、19打点を献上している。 内ベルーナドームでは水なみ豆田が満塁弾を2発食らった4月13日の試合を含め計5本塁打、計14打点を荒稼ぎされている。振り返れば、浅村の楽天移籍1年目、2019年、2は打率3割3厘、11本塁打、28打点、内メットライフで打率2割3分7厘、3本塁打、8打点をマークされている。昨年 23年のオリックス森友屋にも打率3割1分9輪、4本塁打12打点、内ベルーナで打率3割8分7輪、2本塁打5打点、お健常。西ブバッテリーは移籍した元同僚に対し、皮肉にもいらぬ優しさを示してしまっている。それぞれ2人の移籍当初には保守陣が、相手はリーグを代表する打者。 ぶつけてもいいぐらいの気持ちでいかないと勝負には勝てないと口を揃えて意気込んでいたものの、実際に元中軸の3人をのけぞらせるようなリードにはお目にかかれない。18年、19年の連覇に貢献した3人のスラッガーが同一リーグのライバル3球団に散り、相手の手法として古巣のライオンズ相手に決定的な仕事をこなしている。そんな悲哀溢れる現実は西部の面々。 そして獅子党だけが味わう恥辱となってしまっているようだ。